ヤクラは、アントニオ・バルトチェッティ、ドリス・ノートン、オルガニストのチャールズ・ティリング、霊媒となるフランツ・ポルテンジーによる実験として、1969年に、ミラノで結成された、イタリアのプログレッシブ・ロック・バンドである。ヤクラの音楽は、初期のプログレッシブサークルの時代には、革新的であると考えられていたが、ピンク・フロイド、ジェネシス、ジェントル・ジャイアントなどの新しい、 プログレッシュブロックシーンのグループにより作られた音楽が出現してきた時代において、このジャンルのほとんどのファンやアナリストから暗くて奇妙なものとみなされた。このバンドは実験的なものであり、創設者であるアントニオ・バルトチェッキから若さゆえの過ちとラベル付けされてしまったため、ヤクラのディスコグラフィは比較的小さい。このグループは2枚のアルバムを完成させている。 2001年にかなり改変されたバージョンでリリースされたアルバム密教の秘技はオルガン、ピアノ、その他のサウンドエフェクトが重ね合わせられていた。アルバムサバトの縁はフィアンマデルスピリトの女性ボーカルをフィーチャーし、レオルメなどイタリアンアンダーグラウンドシーンのバンドの影響を受けたサウンドであった。1970年代、クラは同じラインナップを維持しながら アントニウスレックスに名前を変更した。約40年後、役らは再編し、2011年5月に3枚目のスタジオアルバムプレビュームをリリースした。ゴードン・メルトン、J. ザ・ヴァンパイア・ブック、ザ・エンサイクロペディア・オブ・ザ・アンデッド・ビジブル・インク・プレス。 p387isbn9 長7815億7859万 2814https アーカイブ org ディテールズ、ヴァンパイアブックエンジックレイレーメルトヤクラプログレッシブロックローソンドムオカルトロックドゥーユービリーブイン、ブラックマジックザガーディアン https www.seagardian.com Music 2011 November 24オカルトロックブラックウィドウゴースト2018年6月16日閲覧 ABC ヤクラバイオグラフィーヒストリー2020年3月21日閲覧ヤクラバイオグラフィー2008年6月8日閲覧ヤクラプレビウム 2020年3月21日閲覧。アントニウスレックスヤクラ。2020年3月21日閲覧。ありがとうございます。